昨日福岡県内では火事が相次ぎました。福岡市早良区では70代の男性が病院に搬送されています。炎が住宅を包み黒煙が立ち上っています。警察などによりますと、昨日午後4時半ごろ、福岡市早良区早良で平屋建ての建物から炎が出ているなどと通報が相次ぎました。火は住宅を全焼し、およそ3時間後に消し止められました。この家に住む71歳の男性が顔にやけどを負い、病院に運ばれています。直方市植木では、農機具のエンジンをかけた際に出火したとみられる火事があり、倉庫が全焼しました。午後8時半過ぎには、筑後市常持で、建設会社の工場兼倉庫が燃える火事がありました。怪我人はなく、周辺の住宅への延焼も確認されていません。